ハムは豚肉、獅子肉の桃肉を塊のまま塩漬けした加工食品。またはその類似品。英語のハムとはもともとは豚の桃肉の意味であるが豚の桃肉を塩漬けにした加工食品を指す場合が多い。さらに米国や日本においては豚の桃肉以外を用いた加工食品を指すことがしばしばある。本項目においても 加工食品としてのハムについて記述する。燻製したものが多いが、しないものもある。生ハムハムは、豚もも肉を塩漬けにしたものという、ゆるい定義であるため、その範疇に含まれる、加工食品も多く、種類や、分類法も様々である。豚肉を訓練、湯にした製品としては、骨付きもも肉をそのまま使った、骨付きハム、骨を抜いたもも肉を用いた。 ボンレスハムがある。塩漬けまでの工程は共通しているが、その後の加熱や煮沸などの処理を行うものと行わないものがある。行わないものを日本では生ハムと称することが多い。逆に生ハムが一般的なスペインでは生でないハムをハモンでヨルクやハモンコシートと称して区別する。生ハムのうちでも燻製はするが加熱しないもの、塩漬け。 乾燥のみで燻製しないものに分かれる。また、塩漬けの際には追加する香辛料に地域差があり、燻製を行うものは地域によって用いる木材の種類が異なるため、それによる風味の違いも大きく、産地別に名前が付く場合も多い。シュバルツベルダー神剣などは模倣品を含め広く知られている。中国で生産される。 金華フォトイなどの中国ハムも産地名で区別されるハムの一つである。中国ハムは特にカビによる風味の変化があることが特徴である。ハムに似た、ないしハムに似せた塩漬けの加工肉をハムと称することがある。例えば、桃以外の豚肉を用いたハムには、ロース肉を使ったロースハム、肩肉を使ったタッソハム、ショルダーハム。 バラ肉を巻いて作ったベリーハムなどがある。ハムは豚のもも肉の呼び名であるため、もも肉以外を用いたこれらは厳密にはハムではないが、日本や米国など、もも肉以外の加工肉の伝統が少ない地域では、これらもハムと総称される傾向にある。これらのものと区別するため、もも肉を使ったハムをももハムと称することもある。 ひき肉状の豚肉、内芝肉、羊肉、うさぎ肉等様々な種類の肉の商品と、大豆タンパク等の復元量を加えて、成形調味し、ハムに似せた食品もあり、アメリカのポークロールや日本のプレスハムが一般に売られた。これらは、蒸気のような元々のハムに比べて、低級、安価であり、物資不足の時代を過ぎると作られなくなる傾向にある。 また、重肉以外を材料とした塩漬け加工肉もハムと呼ばれることがある。七面鳥のハムや魚肉ハムが代表的である。加工肉の健康上の悪影響が知られるようになった。現代では健康志向の代用品として受け入れられる傾向にある。抗義のハムをハムという言葉を使わずに総称する場合には、加工肉や塩漬け肉と呼ぶことが多い。 これらの言葉は、ベーコンやパンチェッタも合わせて総称する。ハム豚肉の肉塊を成形し、塩、または塩水につけ、血絞りをする。塩を肉に加えると細胞内の水分が外に出ると、同時に塩が細胞に入り、腐敗のもととなる微生物やカビの繁殖が抑えられる。また、 肉の筋組織も塩を吸収し、タンパク質繊維をほぐし肉を柔らかくしていく。古代ローマ時代のハムはこの工程の後、塩を払い乾燥させ、酢と油を塗って完成とした。次に、食塩、香辛料や調味料を加える。発色剤である、アショウ酸ナトリウムなどのアショウ酸塩や、食品添加物を加える場合はこの段階で行う。 16から17世紀には、硝酸カリウムを加えると、肉の色が鮮やかになり、同時に風味が増して、保存期間も伸びることが知られるようになった。さらに研究が進み、アショウ酸塩にとって変わったのは20世紀のことである。欧州で一般的に使われる岩塩にはアショウ酸塩が、含有されており、長期熟成させる手法で作られる伝統的なハムなど、 食品添加物として、アショウ酸塩を添加しない場合でも、同じ効果が得られる。塩漬け、熟成した後骨付き、ハム、ラックスハムはそのまま訓練する。その他の種類のものは加熱してから、風味程度に訓練する。そして、茹を行う。近年は燻製による、発芽性が指摘されており、保存法としてというより香りをつけるために行われる。 肉の燻製法には熱い煙でイブス高温法と、釜で起こした煙をパイプなどを通して冷ました煙で、イブス低温法の2種類があり、高温法は簡単な施設ででき、殺菌効果が高いが肉が乾燥し固くなる欠点があり、低温法は、煙の成分が高温法に比べ7倍も早く、付着する上に肉質に影響は与えないが、そのための設備が必要である。 骨付きのハムのような元の肉をそのまま加工したものは当然ながら元の肉と同じ形状になる。風味の良いものはサラダ、サンドイッチ、オードブルなど火を通さずに食べる。焼いてハムエッグやオムレツ、フライなどにもする。厚めに切ってハムステーキ、ハムカツにもする。また、ハムは塩味があり濃厚な旨味もあることからスープの出汁としての用途など。 調味料に近い、用いられ方をすることがある。これは煮沸処理や塩抜き処理を行わないハムで、特に顕著である。中国ハムは、塩味が強いので生食に用いることは、ほとんどなく、主に鶏肉などと合わせて、出汁を取るのに用いるか、魚や白菜などの野菜とともに蒸して、味付けに使われることがもっぱらである。調味料に近い使い方は、 ハム以外の加工肉でも行われ、ベーコン、パンチェッタ、グワンチャーレはこの傾向が強い。また、特にクリスマスに食べられるものは、クリスマスハムと呼称される。マグロハムエルク発芽性リスク一覧の発芽性があるとされるグループ1に、加工肉が追加されている。ありがとうございます。